この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は株スタ7110から内藤証券の田部芳彦さんに伝えていただきます。田部さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日の東京株式市場ですが、相変わらずですね、相変わらず膠着感の強い、相場展開になっているかと思われます。昨日1日ですね、ニューヨーク市場の方では、8月の ISM 製造業景況指数発表になりまして、これが良し悪しの判断基準の50をですね、下回ってしまってんですね。これ下回りますとですね、先行きの、非常に ISM というのは先行性強い指標ですので、ニューヨークダウンの下落を予感された方もいるかもしれません。もしくはですね、雇用の状態も今みたいなですね、高原状態ではなくなってくるんじゃないかと、いうような見方をされた投資家なんかも出てきたのかなと思うんですね。為替の方もですね、一時期104円までこう円安数が進んでいたんですが、今日本の市場始まった時にはもう103円台ということで、かなりですね、ボラティリティの大きな為替ですね、日になったわけなんですけども、その影響を受けて日本の方ですね、マーケット開始されたということです。皆さんも今日は、ストックボイスでいろんなお話聞いて、同じような話も私もまたしてかも、してしまうかもしれませんけれども、やはりですね、アメリカの雇用のところですね、これがどうもですね、疑問符が打たれ、そして、おそらくですね、この利上げというものが9月実施されていくのかどうかということです。そして、12月にも影響を及ぼしてしまうのかどうかということをですね、今晩の雇用統計でこうよく見ていかなくちゃいけないという相場付きになってしまったのかなというところなんですね。それであと、物色されているところはですね、やっぱり出遅れている業種とかですね、あとはその銘柄ですね、個別の銘柄になってしまいますけれども、そういったものがこう順番にこう買われているという感じで、方向感ちょっと定めにくいという状況ですね。ただやはりその雇用統計見てから、もしよかった場合には、どんどんまた株価なんかも上がっていく可能性というかですね、円安が進んでいくような可能性もあると思うので、ですから今日思いっきりポジションを変えていこうとかですね、そういったことはなかなかできない日ということで、膠着感になってしまっているのかなということですね。そんな感じです。はい、今日の雇用統計いつも以上に注目度高いかと思いますけれども、ポイントどのあたりでしょうか。はい、そうですね、今回雇用統計ですね、この8月というのはですね、例年非農業部門の雇用者数なんですけども、それが非常にブレるんですね。ブレるっていうかですね、これは市場の予想に対して下振れをしてしまう傾向が強いです。そうしますと、今回ですね、大体前月比で18万人の予想という形になっているわけなんですけれども、それを下振れする可能性があるのかなというところですね。この8月の雇用統計ですね、季節調整の関係で非常にこのネガティブサプライズになりやすいんですね。それでしかも今回7月とかすごく良くて情報修正されたりとかしてますので、余計その期待感を持っているんですけども、実際夏場ですね、雇用が進まなかった、思ったより通り進まなかったというようなことも、今回少し考えておかなくちゃいけないかなと思うんですね。そうしますと、これどういう動きがしているかというと、直近の5年間でこの8月というのはですね、市場予想は大体5万2000人ぐらい平均してこの5年間ですね、下回った数字が出てきてます。そして10年もう少し長いスパンでこう見ていきますと、10年のうち9回は下振れているんですね。そしてだいたい平均すると4万6000ぐらいですね、下振れてますので、ですからやっぱりこの5万ぐらいこう下振れるのかなということを想定して、少し見ていた方がいいのかな。ですから慎重にならざるを得ないところもちょっとあるかなというところかと思われます。もし本当にこのように5万人ぐらい下振れたらですね、来週おそらく為替はですね、円が買われドルが売られてしまうというですね、展開になってくるということも少し、考慮しておいた方がいいのかなというふうに思っております。わかりました。では業種別の動きを確認したいと思います。値上がり値下がりがちょうど半々くらいでして、値上がりしているのが保険、電気、ガス、食品、証券、その他金融、このあたり、軟調に推移しているのが山の工業、精密、ガラス、鉄鋼、非鉄金属などとなっています。物色の特徴としては、今
まあ、どのあたり目立ちますでしょうか。そうですね、まずの業種で見るとですね、やはり昨日買われていたですね、自動車関係とか電気とか輸出関連というところがやっぱりこう慎重になっているなという、まあ、銀行なんかも昨日買われておりましたけれども、まあ、そういったところが今日は売りの主役的な存在になっているということですね。まあ、その一方で内需ディフェンシブ系のところなどがこう買われているという特徴なんですけども、やはりその為替の部分を少し気にしているのかなという感じがこの業種別の動向で伺えるということですね。まあ、ただ中身をもう少し細かく見ていくとですね、ポケモン GO とかですね、ソニーの VR 関連、ですね、あと IoT 関連とかですね、あとはその来週のアップルイベントを意識したこのアップル関係電子マネーとかですね、まあ、そういったテーマ物色がされているかなというところですね。それとあと9月ですね、まあ、15日からこう東京ゲームショー始まりますが、まあ、それを手がかりとして SNS ゲーム株などが今日は活況に動いているかなというところですね。はい、それでは新興市場を見ていきたいと思います。まあ、こちらまだまだ本調子ではないかなという印象なんですけれども、田部さん、新興市場の方はいかがでしょうか。はい、そうですね、全体的な相場が戻るときに新興市場ちょっとおとなしくなってしまっていて、まあ、売買代金の方もですね、引き続き、まあ、今1時半ぐらいの段階で500マザーズが500億ぐらいですかね、膨らみが非常に少ないという形だと思います。やっぱりその新興市場の方もですね、どこまで様子を見るのかというところもあるんですけども、まあ、膠着感が強くなっているということですね。まあ、何も為替の状況とかですね、まあ海外の市況でそんなに左右される銘柄は、まあ、あまりない内需的なところが多いんですけども、まあ、今の相場ですね、為替が少しこう円安にいって、まあ、輸出関連なんかがこう買われたので、まあ、どうしてもこう内需系の企業が多いですね、新興市場ですね、マザーズとか、まあ、少しこう動きが鈍くなってきてしまっているというところですね。まあ、でも相場の全体の流れがですね、その為替が今晩を境にどこまで変わってくるのかというのがちょっと注目されてくるところもありますので、まあ、新興市場の方もですね、少しこう円が買われるような動きになってくるとですね、まあ、動いてくる可能性、まあ、来週ちょっとあるんじゃないのかなというふうに思っております。はい、では個別の動きをチェックしたいと思います。はい、売買代金上位銘柄ということですと、この時間サイバーダインがトップに浮上しています。株価は68円高、あとは極楽湯、アエリア、モバイルファクトリー、モブキャスト、インスペック、このあたりが上昇しています。下落しているのは創生、カヤック、カルナバイオということですけれども、個別では今日どのあたり注目でしょうか。そうですね、やっぱり材料株とか各種報道を受けた動きということで、今日はですね、6656のインスペックですね、これ半導体とか液晶 の配線回路の、まあ、断絶とかですね、あとは接触などを検査する装置を手掛けている会社です。まあ、このところ半導体関連株非常に堅調な動きをしておりまして、まあ、実際に年末の新しい、スマートフォンの需要を期待した動きなんかが出てきているんですね。まあ、そうしますとこのインスペックもですね、8月までの累計の受注額が前年同期比で 40% 増えているということで、まあ、これは将来の売上利益に対する期待感というのがですね、まあ、大きく膨らんできたということですね。でチャート見ていただいてもですね、今出てますけれども、まあ、昨日も上昇しておりまして、昨日で戻り高値ですね、まあ、8月18日の時にちょっとつけてるんですけども、そうですね、そこの部分なんですけども、まあ、1285というところを抜けてきたということで、まあ、リバウンド基調を今後強めていくのかななんていう期待感が出てるかなというところですね。それとあと3758のアエリアです。これ角川ゲームスと共同開発の、まあ、第一弾となります、まあ、シミュレーションゲームですね。まあ、これをのですね、事前登録者数が、まあ、1万人を突破したということで、これはまだ8月30日にですね、
事前登録を開始したんですね。ですからまあ2日足らずでの達成ということで、まあ、今後に期待感結構膨らんできてるなというところですね。その他あの2656のベクターとかですね、3815のメディアとか、まあ、こういった あと3911のエイミングとかですね、まあ、そういったあのゲーム関係の銘柄っていうのはあの全体的に好調ということですね。やっぱりこれも、まあ、東京ゲームショーを意識した動き、それとあとソニーの VR 関連なんかも意識した動きにこうなってきているのかなというふうに思われます。わかりました。では残りの時間そちらのスタジオからお願いできますでしょうか。はい、それではですねこちらからはですね今アメリカで実家熱のちょっとこう騒ぎというかですねが出ておりまして、これアメリカ南部のフロリダ州で、まあ、生息する蚊ですね、その蚊から実家熱のウイルスが検出されたということで、まあ、アメリカの検出ではこれ初めてということで、まあ、こう話題になってきているということですね。シンガポールの方でもですね、まあ、妊婦さんを含みます、まあ、115人ぐらいこう拡大しているということで、まあ、ちょっとね夏まだまだこう暑い時期続いていくかと思うんですけども、この蚊に注意しなくちゃいけないということが、まあ、日本の方にも少しこう出てきているかなと思うんですね。それでそこで実家熱関連ということで、4243ですね、まあ、当初一部の住友化学とか大きい銘柄もちろんあるんですけれども、ニックスとですね、それとあとフマキラ、アゼアス、日本アビオニクスということで、このニックスに関しましては防虫効果のある、まあ、樹脂を使用しました、まあ、アミド向けの防虫網ですね、まあ、これ応用展開なんかも今後考えられるかと思うんですけども、まあ、これがジャスダック銘柄ということで、まあ、今日ちょっと動きはないんですけども、まあ、その他フマキラとかですね、非常にこう動きが出てきております。ニックスのチャートをちょっと見ていただきたいんですけども、これ見ますとですね非常にこう下値一回もう時間列で一回騒がれた時からですねこう下値落ちてきているところですので、まあ、ちょっともみ合い水準からですねこう変化が出てくる可能性なんかもあるかと思いますので、まあ、このニックスっていうのもですね、まあ、改めてこう注目をしていくてもいいんじゃないのかなというふうに、まあ、思っております。中村さん、こちらからは以上です。はい、この時間は内藤証券の田部井さんに伝えていただきました。